夢ラジオ第284回、今日は平成29年3月28日火曜日です。時刻は午前10時、横浜港北の午前中、朝です。太陽はもうすっかり空に昇ってきて街を照らしていますね。なんかちょっと寒い日続いてて、今日もこれから暖かくなるのかなって感じですが、街は明るくて、できたら午後にでも暖かくなってほしいなと思ってはいます。今回は西に面した窓で放送しています。丹沢のてっぺんが白くなってますね。気温が下がったんですよ。これ冬にちょっと戻ってちゃいました、風景がね。マーケット今日200円以上日経平均上げてますね。1万9300円ぐらいですか。昨日の夜、昨夜のニューヨークダウは続落していて、為替も1ドル110円と円高気味なんですが、この夢ラジオでずっと言っている1万9000円に大きな下値の岩盤があります。どの通りでしたね。跳ね返されて上昇になりました。この夢ラジオでは1万8500円を保守的に見てね、1万8500円を保守的に見て日経平均の底値と考えましょうという、そういうことですが、1万9000円で今のところ跳ね返されています。さて、今回はマーケット最前線、ファナック取り上げます。ファナック、値傘株の代表ですね。今株価は2万2740円、2万2740円、2万2000円台です。去年の夏頃は1万6000円台でしたから、30%ぐらい上がってますね、去年の夏から見ると。ロボットの会社ですよ。ただロボットの会社ですよと言えば分かりやすいですが、もうちょっとちゃんと言えば工作機械の会社、こうですね、工作機械の会社。しかもじゃあその工作機械っていうと、マザーマシーンって呼ばれますね。そのマザーマシーンの会社っちゃそうなんですが、そのマザーマシーンを、正確に言うとね、マザーマシーンを制御する装置、マザーマシーンを制御する装置の会社です。もちろんロボットも作ってはいます、ファナックはね。だけどロボットを作ってるだけでなくて、そのロボットを作る機械、またはロボットじゃなくても工場の中のね、いろんなオートメーションの機械、それを絶対制御する装置っていうのがいるんですが、それを作ってる機械、しかもそういうのって日本でしか作れないので、圧倒的な力持ってるんです、ファナックはね。総資産が1兆5128億円、大きいですね。総資産が1兆5120億円、しかもね、自己資本が1兆3284億円。1.5兆円ほどの資産に自己資本が1.3兆円、自己資本比率も90%弱ですよ。9割方自己資本比率、すごい会社。有利子負債がゼロ。不動産会社だの、リートだのの、財務諸表ばっかり見てると、みたいな感じですね。借金なし。で、ただしね、ただしというか、FA、事業別には FA が27%、
ロボットが 30%、 ロボマシーンが 30%、 サービスが 13% ですね。このサービスっていうのは多分修理とかああいうやつでしょう。部品の販売とか。 FA27% と言いました。この FA こそさっき言った加工工程数値制御ですね。この加工工程数値制御、これが事業のだいたい3分の4分の1から3分の1。CNC ってよく言われますから、この言葉は知ってていいでしょう。ロボットの業界にね、投資するときには CNC と言いますから、コンピューターライズドニューメリカルコントロールですね。コンピューターライズドニューメリカルコントロール。要するに、コンピューター化された数値制御っていうこと。うん、CNC。これがさっき言った、マザーマシーンを制御する装置。ファナックでしか作れません。世界各国から注文が来ます。だからね、国内よりはアメリカ、欧州、そして特にアジアなんかへの輸出がすごいんです。もうファナックは国内向けの会社ではありません。アメリカ、欧州、そしてアジア。するとこんな会社こそ海外から見た場合吸収したいんですよ。どうですか。有利子負債がゼロで、もう無借金、お金の塊みたいな。で、世界的に見ても競争力ナンバーワンと、こういう会社をごそっと、M&A したら、もろに、自社の価値も上がり、まあもちろんファナックの価値も上がりますね。まあ、ただしそんなことしてもらっては日本としては困りますからね。例えばアメリカや中国の会社が、おファナックええなとか、1兆5000億円の総資産かって、買えなかねえぞって言ってドーンと買ったりしたら、ネガサ株なのでね、 PER は 38.9 倍、ほぼ40倍、PBR も 3.33 倍。まあ要するにマーケット評価は高く、まあ実力以上の評価でも、この評価こそ実力なんだから、こんな言い方しちゃいけませんね。配当はだいたい 2% ぐらい配当はくれるようです。ただファナックって今月3月決算の会社なんです。ところがこの今月の決算、あともうちょっとで出ますよ、去年の決算、その前の決算と見てもずっと右肩下がりなんですよ。売上も営業利益も経常利益も最終利益も一株利益も。だからファナックってなんか絶好調みたいな会社に見えて、実は減収減益です。それはちょっとリスナーの皆さん共有しておきましょう。例えばね、去年と今年というこの2つでお話しますと、売上だったら6234億円だったのが、今期予想は5210億円減ってますね。2割ほど減ってますよ。営業利益も2156円だったのが、今期予想1405億円、これも減ってますね。やっぱりこれは3割ほど減ってますよ、営業利益は。で、経常利益は2293億円だったのが1546億円。で、最終利益も1597億円だったのが1133億円です。ただね、じゃあ今期予想の数字使うと、最終利益は1133億円。でも、売上は下がったとはいえ5210億円で、5210億円に対して1133億円の最終益とはもう、ものの見事な利益率です。売上に対して。25% 以上の利益率。すごい。1株当たりの最終益は816円だったのが584円予想ですね。さっき言ったように減収減益ですから、いくらこんなに財務がすごくてもね、減収減益だからちょっとこれからっ
ということで、信用倍率は 1.04 倍、つまり売りと買いが拮抗している状況です。割とね、このファナックみたいな株をですよ、下がってきた時に押し目買いしとけばまあ損はありませんみたいな、そういうふうなアナリストいますね。私もそうかなと思うんですよ。ファナックみたいな株を何かの感じでね、ちょうどさっき言った1万9000円切るぐらいの時にふいっと買っとけば、ただしこうさっきから言ったように、減収減益で、しかもこれが反転してこれから上昇するという情報がない、これから世界に必要とされる会社だな、財務も抜群だなは分かっても、やっぱり企業の価値の本質はそういうストックの部分、資産の部分にあるんじゃありません。無借金だからいいわけでもありません。そうではなく、稼ぐ力ありますか今ね、そこがテーマで、そこがなんとなく右肩下がりで、これをこうこうこういうふうに改善していきます、目処はこうですというのが、なんかファナックからなかなか聞こえてこないんです。ですからさっきのアナリストの言葉、押し目になったらファナックみたいな株を買っときましょうというのは、まあ代表的な銘柄だから、そして未来性のある、銘柄だから、そういうことでしょう。財務だけを今見ればよくはありません。あ、それがさっき言ってる信用倍率の売り買い拮抗につながってるわけですね。ですからもしですよ、このなんていうか、今後利益が上がる方へと会社からの発表があるというふうに分かるならば、ここまでの会社なわけですから、もっとドーンと上がっていいわけなんですけど、まあ言っちゃなんだが2万2700円ぐらいで止まってるのも、それはそういうことなんです。配当も 2% もまだくれますね。 ROE 11.80%、 ROA 10.22%、 この辺ももう見事と言わざるを得ません。 ROA が 10% 台っていうのは、私はなかなか見たことがありませんね。夢ラジオ第284回、今日はネガサ株の企業ファナック取り上げました。外は明るくなりつつあります。